こんにちは、こんばんは。リザルトジャパンの月島です。吉岡です。いつもご視聴高評価本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで今回は久しぶりの YouTube、 そして久しぶりのイベント出展です。めっちゃ久しぶりよ、ほんまに。もうね、もうバタバタにバタバタを超えてやっと YouTube 出せました。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。吉岡です。忘れてないかなと思うのでもう一回言っときます。吉岡です。誰も忘れてないですよ。はい、で、まあ、今回はね、関西 8B ミーティングに来ているので YouTube 撮らせていただくので、早速ね、もう皆さん結構ね 8B 集まってるので 86BLZ 見させていただきたいなと思います。がしかし、その前にまずね、やっぱデモカー見てもらいましょう。あ、デモカー紹介。そうそう、デモカー紹介をね。はい、で今回、はい、まあこちらのユーザーデモカーと、こちら新たに来た、リザルトジャパンの BLZ になるんですけど、ちょっとこのリア、なんか変じゃないですかと。うん、なんか違う。これね、何かが違う。BLZ に、GR リアバンパースポイラーをつけました。なんでってとこやねんけど、これ？そう。これをつけ、GR、あ、BLZ にGR のリアスポイラーをつけた。そうそうそう。っていうのも、はい、これですよね。これのためですわ。これ、はい。GR リアバンパースポイラー用のディフューザーを作りました。イエーイ。多分過去一タイトル長いけど、許してください。めちゃくちゃ長い。仕方がない。で、つけてらっしゃる方多いですもんね。せやね。で、こんな感じで。はい。横から見ても下から見てももうこれ、ちゃんとディフューザーします。なんかさ、このちょっと GR のパーツを、うん、なんだろうな、リザルトジャパンっぽくするならばこうですみたいな。そうやね、そうやね、まさにそうね。ノーマルバンパー用ももちろんあるんですけど、はいはいはい、これは GR バンパー用になります。はい、このね、リアウイングとの組み合わせがもう、はい、確かにね、もう最高よ。最高。これさ、ちょっとGR のリアのエアロ、うん、ついてる方ぜひねつけてほしいですよね。そうね、むちゃくちゃかっこいい。まだね、多分この後、まあ、この前後にオンラインで発売開始すると思うので、はい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 、ぜひよろしくお願いします。チェックお願いします。で、まあまあ一通りせっかくなんで回ると、はい、まあ、リアディフューザー、リアウィング、リアウィングで、はい、サイドスカートフラップやね。フラップですね、でこちら、T3 ならサーガ SL と、はい、キャリパーカバーがついてます。キャリパーカバー赤で、でフロントリップと、そうね、でボンネット、ボンネットがちょっと今回ね、カーボンで、はい、でアイラインなしなんですけど、はいはい、こんな感じになりますね。十分、十分すぎる、やばいね。でこちらは逆、はい、さっきの、こっちのデモカーとは別に、はい、ちょっと違いますよね。そう、ね、間違い探しレベルな。そう、リアディフューザーがノーマルバンパー用、はいはい、ああこっち、そう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 、で、まあ、リアウィング、リアウィングで、これね、ルーフスポイラーがついてる。ルーフスポイラーいますもんね。やっぱルーフスポイラーね、はい、今日見て思った、これあり、ありで、こっちがそうそうなし。この違いでかい。あったらやっぱりかっこいいですよね。そうやね。で、足回りこちらは、はい、NE24 高級ホイールです。で超高級ホイールで、キャリパーカバーはこちらはライムグリーン。そうやね、ちょっとパンチのある色ポンと、ね、なってます。で、さっきなかったのがこのアイラインやね。アイラインね。アイラインとボンネットが、こちらはカラードになりますね。はいはいはい。で、引きで見るとこんな感じです。いやー、もうちょっと見慣れてもやっぱかっこいいわ、こいつら。そっくりだけどちょっと違うので、そう、ね、見比べてほしいですよね。そうやね、ぜひぜひ。カーボンになったらこうなりますとかね。そうやね、うん、こんな感じが今回のリザルトジャパンブースになります。じゃあいよいよここから、うん、じゃあね、せっかくなのでこのね、皆さんの100台ぐらいいてるのかな、これをね、まあブラブラ歩いて、はい、見させていただきたいと思います。はい、それじゃあね、早速参加されている皆さんの発落見せていただきましょう。あと BRZ 意外と台数いてるので、うん、ですね、左から行く、右から行く、左から右、じゃあ左からで行こう。はい、お邪魔します。お邪魔します。すごい、なんかBRZ のあれね、これほぼフル STI にね、おー、車高低いね、すごい、
リンクが入ってるのが、そうやね、スバルっぽい、心躍る心躍りません、なんかでスバル大好きやからで、はい、もう早速こちらにね、もうね、見たことのない色月島ブルーなんじゃない、でもないな、でもない、うん、残念でした。これね結構 、はい、メタリックっぽいブルー、キラッてしてますよね、なんかそうキラキラな水色に、ね、リザルトジャパンのリザボン、そうやね、リザボン、そうやね、あのユーザーさんが勝手につけたリザボンが定着したのでリザボンでいいです、リザボン、カーボンリザボンでいいです、リザボン、カーボンリザボンと、はい、すみません、ありがとうございます、ごめんなさい、あと GT リング、そうまだねこれモニターさんで今回取り付けさせていただいた分なんですけど、はい、実はね今日こちらのオフ会の会場で予約は開始してます、今日から販売で、まあ、オンラインでもまた近々発売するので、はい、そちらもぜひチェックお願いします、ぜひチェックしてください、からのねこれ、あそうディフューザーもね、そういるんですよ、このねローアングルが最高よね、チャージスピードさん、そうチャージさんの、リアのエアロとなんとねマッチしましたね、なんか相性良すぎてないですか、めちゃくちゃ良かった、映、ね、られたもんかないうぐらいの、映られてる、うん、チャージさんとコラボしましたぐらいの勝手にコラボ、はい、あのセットでつけれるっていうこと、1台いいかな、あドアップなった、近っ、あそうそうそうそ そうそうこちらをちょっと忖度ありきで、すみません、ちょっと YouTube 撮らせていただきます、お邪魔します、できるだけ顔映さないように頑張ります、すごない、ほいリザボンやね、リザボンです、なボンネット推しの動画みたいになってるけどボンネットユーザーさん多いからそう、こっちはねさっきはカーボンやったけど、はい、これはカラードになってますね、クロゲルって、あこれ FRP の方ですね、そうですね、うん、この同色もいい、めちゃくちゃいい、結構ねビアゼット86は同色あり、はい、興味、確かに確かに、うん、あのボンネット大きいから、せやね、でねこちらもエアサスになっとるよね、あエアサスだ、そっかそっか、かっこいい足、ね、BRZ、うん、まあうちの86はやっちゃったからBRZ はやめておこう、やめておこう、でねそちらもね、はい、ギアウィング装着されてます、あ本当だ、しても大丈夫ですか、あの2ルーフもカーボンラッピング、ラッピング、あラッピングされてるんですね、上面をからのリザルトジャパンのリアウィングで上面をね、カーボンつながるやつに、でなおかつ、はい、ここをね、お本当だ、カーボンになってる、ワンポイントね大事ね、おしゃれ、リアも変わってるやん、なんか話飛び飛びでごめんなさい、すごいなついていくのに、すごいです、おークール、おークール、おーバキッとしてるね、ねすごい、ボリュームのあるエアロだ、 N6 も8もありつつ、うんうんうん、ここからがちょっと面白いんですよね、ほうここから、まあ、ここも大概やねんけど、え何これ、いやもう低いよね明らかに低いよね、ここは激下げゾーンですか、そうやね多分最低市場高5センチ以下じゃないと入られへん、入られないゾーンみたいな、ね、俺無理やわ、じゃあうちも無理じゃないですか、無理無理無理、いやすげえな低いな、ねえ、ね、もう一個結構気になる、うん、気になるポイントありました？そう、86で初めて見たんですけど、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、全然大丈夫です、全然大丈夫です。すいません、ありがとうございます。すいません、なんかもうお優しい皆さん。ごめんなさいね、もうお邪魔して。で、はい、すごい良かったポイントというか。良かったポイント？このね、気になるポイント？三角形がね。ああ、はいはい。ちょっとこれいいよね。ねえ、あの。メッシュ、あのメッシュグリルを取ってるよね、そもそもレスにしちゃってるってことですね、そうそう、グリルレスでなんか遮熱、なんだか遮熱板になるのかな、同封板的なものをわざわざつけて、からのこの車高よ、増えたね、もうおちょっともうなんかもう目白押しすぎて、これねアイラインね、アイラインですね、アイライン、あ今日初めてやね、うん、初めてやと思います、アイラインがついてます、アイラインついてて、 HK さんの下回りと、はいはい、はいこちら、じゃじゃーん、ニティビングね、ちょっと私ね、はい、リザルトジャパンの 8B のエアロで、はい、うん、1、2番目ぐらいに好きかも、おー GT ウィングが結構ね、これ自分でもかなり
凝って作ったんで、あー、ね、で、ね、今回まあちょっとウイングの説明を軽くすると、はいはい、まあ、こんだけ迫力ありながらも、はい、これ実はまあ幅が 16.5 センチ以内、うんうんうん、でなおかつこちらね、はい、角ある全部5ある以上取ってるので、はい、まあ、車検がいけるとリーガルタイプってやつですね。そう、名前がリーガルタイプになります。はい、はいはい、じゃあ次行こう、はい、ここに、はい、パンデブ、わいや着地してるね、すごいな、すごい、いやいや鼻長いな、いやすごいね、すごい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 、こうやって街乗りで実際初めて見たんかな、はい、やっぱまあうちとはやっぱちょっと違う感じのワイド感が、並べてみたいですよね、いつかね、そうやね、ね、あ D1 で並ぶよ水槽で並ぶよね、すごい、そんなかっこいいことある、そうだ、ね、やばい、泣いちゃうかもしれない、ってしまう泣くの、泣く、 YouTube 撮らせていただきます。こちらのオーナーさんは、あ、違います、撮らせていただきます。ブルーで、ブルーブルー、ちょっとすごい低いですけど停止、やっぱりあの、ここはあれですね、なんか撮影がちょっと大変ですね、そう、だいたいリアウィング、リアウィング、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、あ、シザーズドアなってる、おお、お、これはアイラインや、あれ、え、嘘、クーキーズじゃないかね、これはおそらくは、よかったねよかったね、クーキーズの、クーキーズ、クーキーズ、もしかしてクーキーズ、まあね、一応うちのね、うん、もう弟子です、弟子、もう公表します、はい勝手にね、こんな感じで赤、白、青みたいな、カピバラさん乗ってる雨降る前に直してや、ねえ、カピバラさんびしょびしょなっちゃうから、結構やっぱみんな、はい、TRD じゃない、ごめんなさい、 GR、 GR 多いね、うん、多い、ぜひね、ぜひディフューザーを、ディフューザー本当みんなつけてほしい、やっぱトムスさんすごいね、マグネタイト、マグネタイトいいよね、好きなんですよ、マグネタイトいいよねえ、どれ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 、あ、マグネタイト、え、これ、マグネタイト、おー、姫路マグネタイト、ね、これにね、なんとね、つくんですよね、奥様に怒られるかもしれない何かがね、あ、 YouTube で言っていいんだもう、いや、し、公開処刑じゃん見てないから大丈夫だよ、あ、じゃあ OK、 見られたら公開処刑ということでオフ会っぽくていいっすね、このノリがありがとうございます、ありがとうございます、おお、ここに G0252 こうやってね、キャリパーカバーだ、カバーつけていただいてはります、ライムグリーン、白ライムグリーン、素敵、うんうん、お、これはね、マグネタイトにアイラインつけてくれてあります、アイラインだ、嬉しい、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、え、マグネタイトやっぱりかっこいいと思う、いや、マグネタイトが一番かっこいいわ、マグネタイトが一番かっこいい、好きだ、マグネタイト忖度しすぎやん、個人的に好きやからあのリザルトジャパン、そういう色を好きすぎなんですよ、そうそうそう、押しすぎするからね、でもルイルイは赤、マグネタイトに GR、 なんで今回マグネタイト押しすぎてるわ、え、でもだってマグネタイト回ってましたよね、最初、そやな、わ、やっぱさすがやね、クールさん、バンパーまたありました、ああ、あ、そこにもあるし、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、やっぱりね、はい、最初のユーザーさんたちに一番多いのはアイラインですね、あ、こんな感じでアイラインついてます、ね、できるだけ車内あの映してないのでごめんなさいアイラインありがとうございます、で、あとはこっから、はい、あ、お、アイライン、うわ、ほんまや、カーボンになってる、カーボン調でラッピングしてはる、へー、やっぱアイライン装着率と高いかも、いや、ね、あとリアウィングかな、ね、今回一番目玉で、はい、あの今日、はい、新発表のエアロパーツがあるんですよ、今日ですか、はい、今日、はい、でもね、あの、はい、早速じゃあちょっと紹介させていただきたいなと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと限界、スポイラー用のリアディフューザーを、はい、今日初お披露目、そして販売開始になります、イエーイ、それはなおかつ DR ジェットについてるんですね、そうなんですよ、ちょっと訳あって DR のバンパーをリアスポイラーをかけて、はい、あの下にさらにリアディフューザーをつけるような感じになるんですけど、はいはい、今日はあのでももう自己紹介すっとぼ飛ぶぐらいよく喋っていただいてるんですけど僕喋ってないなんか自己紹介する、はい、どこでしようかなと思って、今そういえば自己紹介してないよなって思って、ね、そうですよね、そうですよね、はい、
ちょっとディフューザーの紹介の途中なんですが、はい、ちょっと自己紹介お願いします。結構人が増えてきたんで。ありがとうございます、はい、リザルトジャパンで YouTube、あとはね、キャンギャル活動などさせていただいております、はい、月島奈々です。よろしくお願いします。お願いします。お、やっぱ結構増えてきましたね。お、女子校かですか。やっぱ先ね、副主催の人も言ってたんですけど、女の子来ないとっていう話やったんで。よかった、ミニスカート履いてきてよかった、効果抜群で。効果抜群ですか、はい、ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。ちなみにこの動画はどこに載るんですか、 YouTube？ リザルトジャパンの YouTube で、 このシーンも使わせていただこうかなと思っております。僕こんなん結構有名人になっちゃいません？僕なるかもしれない。芝のおかげで有名だろう。芝のおかげで有名だろう。便乗して便乗して。サムネ案件です。まあ、いつかね。サムネ案件です。これサムネですか？サムネです。これサムネです。ね、はい。ちっちゃく使います。ひどい。これしか映ってないですね。大きく使おうよ。大きく使おうよ、そこは。はい、ということで今回は、関西8B ミーティングご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。そしてね、今回はね、こちらちょっと見てもらいたいんですけど、ね、すごい ね、たくさんの方に、ね、こうやってエアロパーツもろもろご購入いただいて、すごい活気あるオフ会でした ね、すごかったので、またね、こんな感じで購入させて、購入いただいた方もね、ハンドルネームを貼らせていただいてますので、次はね、どこかで、YouTube ご覧になってる皆さんもね、貼らせていただけたらなと思います。またどこかのイベントでお会いしましょう。ということで、この動画がいいと思った方、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。なんで笑ってんの？久しぶりにこれ。ああ、確かにね。やったら分かんなくて。もうちょっとね、本数上げていきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ルイスがずっと顔隠してる意味